はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクト、本日もやっていきましょう。今日もみんな大好きピラミッド、ピラミッドに眠る秘宝第5話。なかなか推奨戦闘力1万ということで上がってきましたよね。これどうしようかな。勝利条件が目標マスへの達成ってことで、移動力早いやつにしようか。屋台ゴースト入れちゃおうか。攻撃せずにずっと前へ進んでもらう。昨日どうしたんだっけな。あれ、昨日どのパーティーに行ったんだろう。あ、こんな感じ。あ、こんな感じで来ましたね。このパーティーですよね、行ったのね。でもこれでいっかな。これで行きましょうか。ピラミッドに眠る秘宝5話、行ってみたいと思います。お、やっとストーリー来た、来た来た。なんとか出口までたどり着いたね。こんなにいっぱい魔物がいるなんて聞いてなかったの。もしはそなたたち、その黄金の爪を持ち出そうというのじゃあるまいな。ワイトキング。どの正体はワイトキングだったんだ。嫌なの。なんで出口の前にいるの。早くどくの。出口の前までなんとかして進まなきゃ。また無視したな。もう一度聞くぞ。もしはそなたたち、その黄金の爪を持ち出そうというのじゃあるまいな。はい。答えてあげるよ。とりあえず家。そうか。であれば、見逃すわけ。どういうこと？いいえだ、いいえ。ワイトキングさん、いいえって答えましたけど。ワイトキング来んの？で、昨日分かったんですけど、敵モンスターは、いるわ。いるわ。向こうだけ魔法使えて、こっち魔法使えないってずるくない？って思ったんですけど。そうか、どうしようか。いや、ワイトキングはやばいな。で、眠りに、毒に、うわー、どうしよう、どうしよう。よし、行きましょうか。行きましょう。とりあえず行ってみましょう。やっぱり使えない。炎。いや、ワイトキング来るよな。やつは来るよね。どうせ一匹しか当てられないんで。あ、棺桶マーク出てないよ。こっち行ったら棺桶マークだよ。じゃあこっち行くか。こっち行っちゃう。そう、学んだんですよ、この棺桶マークが出てると死ぬということをね。前へ出て待機。前へ出て待機。どうせ地獄の使いはスクルトだろう。やつは。はい、待機。あ、強敵っているじゃん。なんか。やば。なんかやばいな。ヘルクラッシャーでしょ？どんぐらい動けんのか知らない。ヘルクラッシャーってどんぐらい動けんの？なんかやだな。ちょん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 。じゃあここで待機しましょうか。うん、危ない。あ、スクルトしてこなかった。よし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 、いい感じよ、いい感じよ、いい感じよ。はいはいはい。で、あ、ヘルクラッシャー動いてないわ、動いてないわ。よしよし。あー、でもこっち MP なくなったらどうしよう。うわ、どうしよう。これしかもどっち狙う？うわー、どっちも狙いたい。でもなんか邪魔だから、毒が動いてない。危ない危ない危ない、動かないでね。よし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 。雷光さみだれ斬り、よし。
で風神ふあーそうなのそうなの、ちょっと待って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 、どうしようかな、ここにしよう、ここにしよう、待機、はい、待機、待機、動くなよ、動くなよ、なんかやつ来て、なんかね、甘い息とかやりそうだな、甘い息やりそうだな、よし、ここでいいや、はい、一旦進んで、強敵は動かすわけにいかない、あ、こっちから、でもいいか、でも一気にね、絶対人食い箱は絶対あれでしょ、ちょっと MP、あ、MP ないよな、どうしようかな、絶対一番火力がこの煉獄町なんで取っときたいよね、絶対甘い息やってくるでしょうやつ、動くなよ動くなよ、よし、これで雷光さみだれ斬り、はい、よしよし、ナイス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 、よしよし、こっち行って稲妻は届かない、はい、待機、いいでしょう、動くなよ、よし、あ、こっち行ってなんかやられそう、よし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 、はい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 、来たよ来たよ、やっぱ来たよ、あ、離れたつもりが、ちょっとちょっと、え、ちょっとちょっとちょっと、うわ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 、いやー、こっちかこっち行くか、灼熱使おう、これ使っていい、これ使ってよし、動くなよ動くなよ、いつ動くのかは知らないが危ない怖い、さあさあどうしよう、ここに出るかここに出るか、はいはい、笑い袋って何すんだっけ、ちょっと灼熱行くか行くか行くかっていけないか、いやー、ワイトキング行くか、だからワイトキングだ倒さないと通れないもんね、行くか行くしかない、もう動くない、よしよしよし、あの強敵倒したらなんかもらえ、あ、またちょっとちょっと、あー、やっぱ一気に行かなきゃダメだな、あー、うんうんうん、もう行くしかない行くしかない、はい、マヌサオッケーマヌサオッケー眠りがかり、よし眠りがかり、じゃあこっち来て火炎、火炎でいいか火炎でいいか、よし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 、動いた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 、よし、雷光さみだれ斬り、動くか動くか動かない、バギクロス、あー痛い痛い、ちょっとちょっと、どうしようどうしようどうしよう、ここで、待機、はい、これ何かできない、できないかできないか、いやー、やられちゃうな、よし目を覚ました、岩石落とし岩石落とし、さあどうなる、何もできない、ゴッドライダー前出したいからこうしよう、しょうがない、はい、こっち行ってめった切り、よし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 、ナイス、夫人、はい、よし弱点、いや、こうなると吹き飛ばししたらどうなんの、あっち行っちゃない、よし稲妻、とりあえず稲妻でいいですか、さあゴールに、俺がゴールだー、俺が先にゴール、ほらほら、ない、眠りさせられた、危ない危ない、
どうしようか、どうしようか、どうしようか。こっち来て、稲妻、よし、稲妻、稲妻、よし。死なない。よし、イカちゃん、いけ、逃げろ。え？ん？え、ゴールなんないの？なるよね。よーし、危ねえ。ヒットポイント危な。なんとか脱出できたね。本当ですよ。これで黄金の爪は私のものなの。盗んだやつや、あんた。こんなにびっくりするのはもうたくさんだよ。何言ってるの。そこに冒険と財宝が、ね、あるならどこへだって行くの。モナンだってあんなに驚いてたじゃないか。あ、あれは演技なの。全然怖くなかったの。分かったよ。黄金の爪も手に入ったし、元の世界へ帰る方法を探しに戻ろう。はい、ステージクリア。5ターン以内か。いや、これはね、移動力。おー、いいね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 。おー、いいね。黄金の爪、やったー。5話で以上か。あー、よかった。これで追加にならない？ならないか。うん。よかったよかった。はい。ということで、本日は以上になります。また次回の動画よろしくお願いします。